テイラー・ヒル・ティー・ガーデンは、アメリカ合衆国、テキサス州ダラス出身のプロ野球選手。宇藤右内、MLB シカゴカブス参加所属。テキサス大学オースティン校時代には、2004年に、世界大学野球選手権。2005年に、カレッジワールドシリーズで、それぞれ優勝を経験。2005年、MLB ドラフトで、テキサス・レンジャーズから30目指名され。 プロ入り。2008年は、参加のトリプル A 級オクラホマレッドホークスで、打率2割2舞台だったが、7月18日のミネソタツインズ戦で、メジャーデビュー。その後、一旦マイナーへ降格したが、8月には、北京オリンピックに、野球アメリカ合衆国代表として出場し、銅メダルを獲得している。メジャーでは16試合の出場ながら6本塁打を放ち、 オプスは1.205だった。2009年は、自己最高の64試合に出場したが、正保守獲得には至らなかった。2010年からはメジャーとマイナーの往復が続いており、ヨービットトレアルバとマイクナポリが加入した2011年は、わずか14試合の出場に止まった。2011年12月1日に、マイナー投手1名と後日指名選手との交換で、 ボルチモアオリオールズに移籍した。フリオールズではマット・ウィータースのバックアップを務めていたが、2012年以降は、打率1割台と打撃面で活躍できず、2013年9月1日に DF となった。10月1日に FA となった。2014年1月6日にニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだ。参加の AAA 級ラスベガスワンズで開幕を、 迎え、6月8日にメッツとメジャー契約を結んだ。昇格後は9試合に出場したが、6月24日に、左ハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りした。7月31日に故障者リストから外れたものの、トリプル A 級ラスベガスへ降格。この年は9試合の出場にとどまり、打率14、143.1本塁打、5打点だった。 オフの10月1日にマイナー契約を拒否したため FA となった。2015年1月10日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。開幕は3カのトリプル A 級アイオワカブスで迎えたが7月4日にメジャー契約を結び25人枠入りした。8月2日に DF となり4日に40人枠を外れる形でトリプル A 級アイオワへ降格した。 10月11日に40人はクイ入りした。ありがとうございます。